こんばんは。今日も見に来てくれてありがとう。アラフィフ YouTuber、まゆさりです。ありがとうございます。今日は柏原よしえちゃんの、恋人たちのカフェテラスを歌おうと思います。下手っぴだけど、またお付き合いくださいね。いつもありがとう。あなたの胸へホステちゃん、覚悟を決めて飛びたいの。8時過ぎてたあなたの電話、ごめんね私出て行けないわ。受話器置いた途端、なぜか胸騒ぎよ。お願い嫌いにならないで。いつものキャフェテラス、あなたの姿見えてくる。好きなの好きなのあなただけ、今夜は朝まで眠れない。ベッドの中で上ごとみたい、あなたの名前呼び続けるの。他の女のことそうよ歩かないで。そうでしょう、明日は会えるのに。チェックのピローケース、涙が不意にこぼれるわ。好きなの、好きなの、あなただけ、今夜は朝まで眠れない。あなたの胸へ、ほっつて、じゃん、覚悟を決めて飛びたいの。歌っちゃった、ありがとう。3回目なの、大丈夫かな。みんなちょっとずつダメなの。こんばんは。今日も素敵な鐘の音と可愛い鈴の音で始まりました。アラフィフ YouTuber まゆさりです。皆さんお元気でした？もう会いたかったです。季節の変わり目で皆さんは体調を崩しておられませんか？喉が痛くなったり、寒気がしたりね、え肩が凝ったりぎっくり腰になったりと、私の周りでもたくさんそういったことを聞いておりますが、皆さんは大丈夫でしたか？またよかったらコメントで聞かせてくださいね。気になっております。ちょっと喉乾いたので、蜂蜜レモンをいただきます。未だに緊張しますね。ですね、
私は体調はぎっくり腰は来なくて、ぎっくり腰の代わりにぎっくり首というか、首がもうカチカチで、まあちょっと頭が痛かったりめまいがしたりいろんなことがありながら、まあ頑張って家事お仕事頑張ってました。それで皆さんにね、もう会いたくて会いたくて、もう YouTube で動画撮りたくてね、え撮ったらみんなに会えるから皆さんに会いたかったんだけど、体調が悪いとこう喉が弱いんで喉に来るんですね。で喉に来ると声も出ないし、もうちょっと声が良くなってから皆さんにね、少しでもマシな優しい声でお話できた方がいいから、もう一日我慢しようとか、そしたら次の日はなんだかもう気分が全然テンションが上がらなくて、こんな暗い顔じゃ皆さんに会えないとか、元気になったら元気になったらってね、元気になるようにもう私くしおとお得意のね、ニンニクをもうね、スープに入れたりとか、いろんな努力をして早く寝たりとか、精一杯努力してもね、やっぱりこう波があるんでしょうか。不調な時は不調なところねがあるんですね。皆さんもありますか。それでなかなかこの高不調なってよくならないんですよね。こうならないでこのままずっと行くもんだから、このままだと本当にいつ皆さんに会えるかわからないと思いましてね、もう不調であろうが顔がむくんでようが、まあちょっと老け顔であろうが、もうとにかく歌歌っても声がちょっと出なかろうが音が外れてようが、もうとにかく皆さんに会いたいと会いたいからもう動画撮りましたね。待ってたって、体調がこうなる時待ってたらもう一生会えないじゃんと思って、はい。で思い切ってね、今お話ししながら、これすぐ傾くおかしいな、お話ししながらね、やっぱり皆さんに会えてよかったと思いました。こうやってお話しして元気になるって感じです、皆さんに会えて、皆さんに会えるように元気になるんじゃなくて、皆さんに会ったら元気になるっていうことが今お話ししながら分かりました。本当にね、こうやって皆さんとお会いできる日が、本当にできる時がね、本当に私は幸せなんだなということが毎回言いますけどね、思います。本当にね、今日も楽しみにしてくださってた方いたと思うんですよ。で一言断っておきたいのがね、この前は、ロックンロールのクールスのミスターハーレーデイビソンとか歌って、私を見てあげよう、登録してあげようとかね、来てくださった方もいると思うんですけど、じゃあ今度もどんなロック歌ってくれるのかなって楽しみに来てくださった方が、今日は柏原芳恵さんのね、恋人たちのキャフェテラスっていうアイドルの歌を歌いましたんで、なんだね、一回だけかロックの歌って思われちゃったら嫌なんで、今ね、いろいろ、クールスから始まって村山和海さん、ジェームス藤木さん、本当に、いろんな人の名前を教えてもらって覚えてて、でそこからクレイジーケンバンドさんとかで、その人と一緒に最近デュエットしてる、シシド・カフカさんっていう美人の女の人とか、いろいろ歌を勉強させていただいてる途中なんで、ロックの方の歌もね歌っていきます。ロックっていうのはあれ、クレイジーケンバンドさんってなんか昭和のっぽい歌ですよね。でそういうのもまた歌っていきますね。でね、いろんな歌、あとそれから松田聖子さんの天国のキス歌ってとも言われてるし、
シルエットロマンスも歌ってくださいってね、いい歌ですよね、言われてね、言ってくださってるし、いろんなことを、お答えしていきたいし、自分がやりたいと思うこともいっぱいあるんですよ。アニメの歌歌いたいとかね、であのお話ししたい、このお話ししたいってほんとたくさんあるんですけど、まあ徐々にやっていきますんで待っててくださいね。今日も本当だったらもっとパワーあったら2本3本って皆さんとお会いしたかったんですよ。いろんなパターンでね、一つアイドルの歌だったら一つはちょっとロック行こうかとか、いろんなことをしたいんですけど、なんかこう体力時間っていうのがね制限されている感じで歯がゆい感じなんですけど、とにかく今日は皆さんに会えてよかったです。で、だらだらお話ししてたらちょうどもうね11分ぐらいになりますんで、で最後はチョコチロルチョコのきなこ餅を食べて皆さんとお別れしようと思います。別に食べなくてもいいやそんなこと言っちゃダメな、食べなきゃダメだけど、ね、食べなきゃいいやって言ったらチロルチョコさんに悪いもんね。食べみんなと会って、皆さんと会ってお話がいいや、ほんとそっちの方がいいや本当にね、ありがとうございます。いい香りなんで、ほんときな粉のいい香りです。本当に皆さん今日もね拙い動画でちょっと顔をむくんでるかもしれないけど、こんな拙い動画いつも見に来てくださって本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、ガンって置いてごめんなさい、元気になったんで、また動画ガンガン出していきたいと思います。じゃあ風邪に気をつけて、またお会いできますように。皆さん元気でいてください。私も元気になります。本当に今日もあなたにお会いできて本当にまゆさりは幸せです。アラフィフ YouTuber まゆさりでした。I love you! Thank you! See you again! 本当ありがとうございました。バイバイ、またね。